最近空を見上げたのはいつですか？最近空を見上げるのを忘れていませんか？これから少しの時間、銀河の旅に出かけてみましょう。星座の中での太陽の通り道を行動と言いますが、その行動に沿った12の星座を行動12星座と呼んでいます。星占いでは1年を12等分し、生まれた日に太陽が行動のどの位置にあったかで誕生星座を決めています。でも星占いでおなじみの誕生星座は、実際に空に見える時期が少し違うのはご存知ですか？今日ご紹介するのは、星占いに登場する星座の一つ、天秤座です。では、目をゆっくり閉じてください。夏の夜空に見える天秤座。明るい星がないので少し探しにくいかもしれません。目印は青白く光る乙女座の一等星スピカと、赤く光るサソリ座の一等星アンタレス。この間にあるくの字を裏返したような星座が天秤座です。天秤座はもともとお隣の星座、サソリ座の一部でした。天秤座として独立したのは紀元前1世紀頃。今でも天秤座の星は、南の爪、北の爪、サソリ座の爪とそれぞれ名前がついています。その中でも北の爪と呼ばれる星は、緑色に輝いて見える珍しい星です。ギリシャ神話では、女神アストライアが人間の正義を図るために使っていた天秤が星座になったと言われています。もともと人間と神々は地上で共に暮らしていましたが、人間たちがお互いを憎んだり、陥れたりするようになると、神々は人間を見捨て、天界へ戻ってしまいました。アストライアは人間を最後まで見捨てずにいましたが、殺し合いや戦争をするようになると、争い事を嫌う女神は天界へ戻ってしまいました。使われなくなった天秤は空に上げられ、星座になりました。星占いでは、天秤座の守護星は金星。美の女神、ヴィーナスの星。バランス感覚、美的感覚に優れ、何より人と争うことが嫌いなので、生まれながらにどこか上品の雰囲気のある人が多いとか。あなたの周りの天秤座の方はどうですか？小さな小さな銀河の旅、いかがでしたか？それではこのまま素敵な夢を。おやすみなさい。